にいる。皆さんこんにちは。脱サラ夫婦が日本一周ピーコボチャンネル。今日二人が訪れているのはこちら、茨城県霞ヶ浦市。古民家をリニューアルしてオープンしたばかりのゲストハウスにお邪魔させていただきました。それではどうぞ。皆さんこんにちは。脱サラ夫婦が日本一周食べ歩きピーコボチャンネルのコボです。今日はゲストハウス江口屋さんに来てます。なんでこういった運びになったかと言いますと、 P が一人ロケで訪れたカフェで出会った方がこちらのオーナーさんでして、今回見学させていただけるということでお邪魔しました。で、僕たちが今日泊まるわけではないんですけども、なんと古民家をリニューアルしたゲストハウスということで、茨城は霞ヶ浦の湖のすぐ横っていうのに映るかな、ちょっとすごい晴天。で、非日常体験や美味しい地産地消の朝ごはんを召し上がっていけるということで、早速覗いていきましょう。なんと今日薪割り体験もさせていただけるということで、レッツゴー。ピーコはね、入り口から元酒蔵の出口屋さんだったんだよね、うん、屋号をそのまま使って、あすごい、どんな感じだろうね。ね、楽しみです。お邪魔します。すごい行けるから、お客様がすごい火の匂いが広がって、いらっしゃいませ今回あの見学を許可していただいたオーナーさん、はい、前にそのカフェのオーナーさんがここに遊びに来てくれてて、はい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 、昨日休みやったし行ってみようかなと思って行ったら出会ったんです。はい、ちょうどオーナーさんからあの紹介していただいて、なんでなんかいろいろ喋ってたのね、はい、なんか時間があっという間にレンタルサイクルとかもやってるんですか。レンタルサイクル、そう、泊まっていただいた方には自由に使っていただいて、もともとここの、はい、はい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 、なんでその時のこういう看板とか、その時のシュッとか使ってて、はい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 、であと下のこのやつは新しいんですけど、茨城なんで笠間焼きを陶芸家さんにお願いして作ってもらったりしてます。へー、ご自由にお使いくださいなっていうのはもう全部、ま、うん、ゲストハウスなんで、ホテルとかと違って、なんていうんですか、ゲストハウスって、いや、ピンとこないです、あんまり多分泊まったこともないから、日本ではあんまり馴染みないですよね。ああ、そうですね。ホテルとかと違くて、はい、この共有スペースでご飯を食べてもらったりとか、はい、あとホテルみたいなプライベート空間というよりは出会いとか体験を楽しんでもらうところなんで、あんまりそのサービスっていうのを自由に使って自由に助けてくださいみたいな。ああ、そうなんですね。お炊事場とかももう自由に使って、まあ、ちょっと今のところスタッフだけなんですけど、うん、向こうにコーヒーマシンとか電子レンジとかある部分を自由に使って、はい、ということで古民家ゲストハウス江口屋さんに訪れておりますが、先ほど森田さんもおっしゃっていたように、ゲストハウスというのは日本ではあまり馴染みのない言葉かもしれません。それぞれのスタイルによっても異なりますが、一般的なゲストハウスの特徴としては、トイレやバスルームなどは共用で、場所によっては寝室も相部屋のところもあります。そして共有ルームが設けられており、そこで各々が食事をしたり読書などをして自由にのんびり過ごしたり、イメージとしてはシェアハウスに近いような環境です。ですのでホテルなどよりも比較的安価で宿泊できますし、何より一番のメリットは他のお客さんとの交流がしやすいという点です。僕も海外を旅していた時にはほぼ 100% ゲストハウスに宿泊していましたし、そこで出会った仲間と一緒に旅をするというようなことが何度もありました。そして日本のゲストハウスは海外のものよりも清潔感が重視されているところが多いので、そういった面も安心です。
ぜひ一度ゲストハウス訪れてみてはいかがでしょうか。でもすごいですね、オープンしたてで、そのもう8月埋まっちゃってて、今日って第3席座るんで、霞ヶ浦市が民家活用第1号としてゲストハウスをやってみようってなったから、市の方とかも結構宣伝してくれてるし、そうなんですね、あとは新聞とかメディアも取り上げてくれてて、それを見てやっぱり利用してくれたかなと思って。結構茨城って立派な古民家が多いんですけど、はい、だから空き家になって活用されてるんですよ。あ、そうなんですね。出会いというか、リファーキー働くのは最初は多分全然店もないし、ここの人に繋がりもなかったんですけど、古、はい、民家でゲストハウスやりたいなと思って、はい、フェイスブックにそのまま書いたんですよ。古民家でゲストハウスやりたいけど、やったこともないし、そんな知り合いもいいし、誰かなんか知らんみたいな感じで、そしたらなんかその繋がりの繋がりの繋がりみたいなで、ここと繋がって、僕たちもその日本一周終わったら古民家のあるところに移住したいですよね。聞いたかもしれないですけど、すごい茨城に住むね。やっぱ私すぐ茨城大好きになりました。散々言ってましたね。すぐ言ってました。行っていいところなんだよ。茨城いいんですよ、意外に。魅力だらけが低いけど、みんながアピールしてないだけで、これデカデカと今多分テロップになってます。ぜひ茨城へ。ピーコはもし外した時に、はい、足行っちゃうことあまりないんですけど、はい、多分スパーンっていきます。へぇちょっと一回やっていただいていいですか。いや、あのおぉ、本当だ。結構重たいですね。怪我をしないようにスパーンっていっちゃう。優しいか。もうちょっと叩いて。優しいかよ。はい。いや、下手くそやな。おお。いや、ほら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 。同じことやってるやないか。割れない。え、割れない。おお、本当だ。そんな感じで。おお、本当だ。本当だ。綺麗にできた。巻き割りでしたね、今の。おお。おお。おお。ご飯炊くの。あ、これちょうどいいですか。もうこの半分半分ぐらいが。そんなに小さくやるんですか。はい、光が。ただすぐ入るのは細い方。ここも共用スペースなんですか、皆さんで使えるような。で、これがピザ焼くときに使う釜ですよね。そうです。ピザ生地から体験で。ピザ生地練って、はい、この辺レンコンがいっぱいあるんで、レンコン乗せたり。やっぱレンコンも茨城の名産なんですか。そうですね。隣の土浦とうちで、日本の4分の1ぐらいここで。バーベキューはいくらでできてるんですか。はい、レンコン食べさせて育てたレンコン豚っていうのがバーベキューのお肉なんです。うまそう。え、年中無休ですか。今は金土日祝前日だけ。あ、に受け制で感染症で、はいはい、でもゆくゆくは平日今はピザ焼き体験とかソース作り体験とかは受け付けて、概要欄にホームページに入って、はい、ぜひ。ピーコは出口屋さんから徒歩3分ぐらいのところに今来たんですが、極秘情報をゲットしまして、サンタロの CM でロケ地になってるという噂の古民家です。え、間違いないこれ。なんかめっちゃぽいよ。すげえ。あ、でも確かにこうかも。すごい。え、合ってる。あの、誰だっけ、長澤まさみじゃないし、何かすみちゃんだっけ、有村かすみちゃんでしょ。あ、そうそう、有村かすみちゃんとかも来てるの。喋んなよ。くそ、え、ここ、蚊が、ちょっと、やばい、退避。
行きたい行きたい。やばいやばい、かやばい、かやばい。タイ行きたい行きたい。だから言って。タイひどいよ。いやー絶対虫だらけになるじゃん。やめよ。あったあったあった。冷静にやめよ。すでにもう私の中で限界来てる。いや、綺麗な景色のために。やばい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 。何？低高速な雲いるわ。いや、やだ。怖いよ。虫やだ。やばい。いいよ。気合い抜き来ただけあるわ。おお。霞ヶ浦。すごいすごい。いや一望できます。でかいね。でかい。これでも来るの結構大変よ。気合い入れないとちょっと女性は難しいよ。ちょっとこのマップ映そうか。ここ今僕たち、これ Google マップの展望台。これ嘘、こっちです本当は。歩みがき展望台。というわけで今日は茨城県は霞ヶ浦に行きました。森田さんとの貴重な出会いやこんな素晴らしい大丈夫？素晴らしい景色に出会えて感無量です。でここまで来るまではさっきみたいな道は縁が著しながら来なければならないので、十分下調べをした上で歩いてきてみてください。さあ今日はこの辺で終了したいと思います。かんちゃん疲れ切っております。出し切った。高評価とチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。マイウェイ見ていこう。マイウェイコモでした。YouTube を見ていただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録、 Twitter と Instagram も更新してます。よろしくね。それでは今日はこの辺で、前上向いて Go My Way! コボでした。